わがままじゃないかと思うんですよね。これね、これマドンナっていう女の子なんですがね、まあどんな子かなと思ったらね、こういろいろ大変なんですが、僕の方がね、もっと不安にモルキシャンされますよね。でこれね、実はね、これ何なんだろうってね、これはニューオータニなんです。ここに止まってるんです、このマドンナというのが、うん、これはね、何しろモンローの忘れ形見っていうんでね、うん、なんか落ちてんじゃないかと思ってね、うん、実はモンローのなんかバー系が落ちたなんかそんなのあったんで、ね、探し行ったんですがね、いろいろ調べました、うん、これね、一泊5万円のスイートルームに住んでるんでね、スイートルームって聞こえがいいですが、一泊5万円といえばゲーマンですからね、まあ、さほどじゃないさほどじゃないんですがね、ね、これ結構からね、うん、アメリカのボーイフレンドに電話かけてるんですよ。電話代がなんと20万円です。そんなことも気にしながらいろいろ行ったんですがね、うん、そのね、お風呂なんか見たんですがね、うん、一本も落ちてませんバカですね、うん、何しなんでこのシャワーのところにアップになったのか知りませんか。いや、わかりません。いろんなことがあるようなですね。これをちょっとまとめましょう、話しようが、ね、マドンナっていう人が来ましたよ、これとにかくね、急に売れた子だ。まあ急にとか下地はありましたけどもね、うん、すごく疲れるみたいだけど、僕好きです。